リトミックは19世紀末から20世紀初頭にかけて新教育運動の絶頂期にスイスの音楽教育家で作曲家でもあったエミール・ジャック・ダルクローズが開発した音楽教育の手法。開発者の名からダルクローズ音楽教育法とも言う。20世紀初頭、ハンブルクなどを中心に国語や美術、体育、音楽の教育を訓練、調教ではなく子供本人が自ら進んで学び、その感覚を体感的に身につけていくための情操教育、芸術教育が叫ばれ、ダルクローズはそのために楽器の演奏訓練を早期から闇雲にやらせるのではなく、音を聞き、それを感じ、理解し、その上で楽器に触ってみる、音を組み合わせて音楽を作ることの楽しさを身体全体で味わわせ、その喜びの中で音を出し、そうで、そこから旋律を作っていくことへの興味と音感を育んでいこうとした。生理学的、心理学的、芸術的などの様々な視点からの学際的な基盤に基づき、その内容は、ソルフェージュリズミックムーブメントインプロビゼーションの3本柱と、体の動きと即時反応が共通の方法になっている。この方法により、心身の諸感覚機能及び芸術的想像力や想像力を高め、精神と体の調和を目指し、人間形成に資することを狙いとした、心身二元論に根ざした音楽教育法である。応用範囲は広く、音楽教育だけでなく、演劇やモダンダンスなどの舞踊、及び体操の基礎教育、さらには音楽療法、障害児教育にも及んでいる。我が国の音楽教育では、大正時代に導入され、小林隆作と天野町がその先駆者である。日本の音楽教育の草分けで、作曲家、指揮者の山田耕作も、自らダルクローズを訪ね、大いに影響を受けたという。第二次世界大戦の後、アメリカで学んできた板野平が、その普及発展に尽力した。一部に、知育と組み合わせて、英才教育としての効果を説く、幼児教室や教育産業もあるが、それはリトミックの本来の趣旨にはないものである。ありがとうございます。